皆さんこんばんは。お時間になりましたので、オラクルビッグデータジャムセッションを開始したいと思います。オラクルビッグデータジャムセッションは、ビッグデータやデータサイエンス関連のオープンな技術情報を初学者の方を対象にご紹介する勉強会シリーズです。難解な専門用語や数式を可能な限り排除し、時にはデモも交え、平たくわかりやすくをコンセプトに皆さんにお届けしています。今回は自然言語、チャット GPT によるデータ分析と題して LLM とはから分かりやすく説明しつつ、データベースの操作分析を SQL や BI ツールではなく言葉で処理していくユースケースを交えてご紹介させていただきます。本日のタイムスケジュールになります。セッションや Q&A の進行状況によっては終了時間が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。それでは、自然言語チャット GPT によるデータ分析をスタートさせていただければと思います。園田さん、準備はよろしいでしょうか？はい、大丈夫です。はい、じゃあお願いします。改めまして、日本オラクルの園田と申します。本日ですね、おそらく、1時間かからないぐらいで終わるかと思うんですが、よろしくお願いいたします。私、日本オラクルで、AI であるとか、あとビッグデータ関連のですね、製品の担当させていただいております。前回のですね、こちらのミートアップのセミナーで、今、どのミートアップでも、チャット GPT を、どういうふうに活用するかっていうようなところをですね、やられてると思うんですけれども、ご多分に漏れずですね、このミートアップでもですね、そういうところを、やらさせていただいていて、非常にちょっとご好評いただきましたので、引き続き、今年は、ニーズのあるものをちょっとやっていきたいと思っていまして、LLM 周りのですね、技術を、扱っていきたいなというふうに、思っています。引き続きよろしくお願いいたします。で、前回は、チャット GPT のコア技術、GPT ですね、LLM をざっくり理解するというタイトルでですね、実施させていただいたんですが、今回は、その GPT をざっくり理解したという、前提でですね、実際に、その GPT を、使っていって、で、どういうふうに使っていこうかっていうところの、アイデアの一つとして、データベース分析というところを選んでみました。で、様々な企業さんがですね、DX 推進を進められていて、で、その中で、やっぱり去年の、チャット GPT の、リリースに伴って、様々な企業様がですね、LLM をどう、自社の DX 推進に取り入れていくかっていうことをですね、日夜検討されていると思うんですね。で、なので、LLM の、ざっくばらんに言ってしまうと、利用用途ってどういうパターンがあるのかっていう、話だと思うんですよね。で、今日はデータベース分析っていうところを、ターゲットにちょっとお話したいと思うんですけども、そもそもですね、LLM の利用って、ビジネス用途ですね。ビジネス用途での利用って、もう始まったばかりなので、いろんな企業がいろんなことを考えていますと。で、ベンダー、我々オラクル、ベンダーもですね、いろんな製品を出していくんですけれども、大きく、二つの流れがあるかなというふうに思っています。で、一つは、この絵にあるような、左側にあるような、こういう新規性のあるサービスですね。ザ・ LLL のような、新規性のあるサービス、例えばマーケティングメッセージの生成だったり、キャッチコピーを生成するサービスであったり、あとは、チャット GPT はもうそのままチャットボットですけれども、そういう、あとはプログラムを生成したりっていうような、そういうサービスが今、たくさんリリースされていると思うんですよね。以前からリリースされていたんだけれども、今回のそのチャット GPT のリリースによって、非常にそこに火がついて有名になったっていう会社もたくさんあると思うんですよね。で、そういう新規性のあるサービスが、どんどん作られていくだろうっていうことは、今もそういう状況だと思うんですね。で、それ以外に、やっぱり LLM を使って、既存の製品の
エンハンスっていうのをやっぱりしていきましょうっていう流れも大きくあります。これはもうもちろん既存の IT ベンダーですよね。まあ、弊社で言うと、まあ、ERP のサービスとか、まあ、データベースはもちろんなんですけども、ERP のサービスとか、まあ、いろんなその SaaS のサービスもありますし、そういうところにですね、LLM を組み込んで、より便利にエンハンスしていこうっていうような、動き、流れがやっぱり各社あります。で、弊社で言うと、まあ、一番初めに真っ先にリリースしたのは、弊社の HCM の、サービスですね。人事部の、方々にお使いいただいているようなサービスは、真っ先に、まあ、ジェネレティブ AI、生成 AI、まあ、LLM もですね、活用して、まあ、その機能をエンハンスしています。で、どういうところで、機能をエンハンスしているかというと、まあ、こちらがその、サービスの、まあ、プレスリリースなんですけれども、まあ、オーサリング支援っていうところ、オーサリング支援っていうところで、まあ、人事系のシステムなので、職務系、ジョブディスクリプションとか、募集要項とかを、まあ、作成するようなところが当然画面としてあるんですけれども、まあ、その部分をですね、まあ、効率よく、LLM、テキスト生成して作っていくで、あるとか、あとは、そうですね。まあ、マネージャーさんが従業員にあったり、キャリアの開発ヒントなんてものを、まあ、候補として、出力するであるとか、はい。まあ、そういった、ものに、LLM が、まあ、使われている。要は簡単にこういう、専門的な、要はエンタープライズに必要なこういうドキュメントをですね、生成していくような機能っていうのを、随時、こう、サービスに付加していっているような、まあそういう、エンハンスの仕方になっています。で、まあ、いろんなその SaaS の、サービス、まあ、オンプレミスのサービス、製品とかもですね、エンハンスされていくと思うんですけども、まあ今回、ご紹介したいのは、まあ その数あるアプリケーションであったり、SaaS のサービスであったりっていう中の、まあ、データベースをちょっと取り上げてみたいと思います。で、基本的には、やっぱり LLM なので、まあ、Python とかですね、SQL とか、まあ、あとはコマンドとかですね、いろんなそういう、専門的なツールをですね、まあ、言葉に置き換えてしまって、で、まあ、今までそういうプログラムを書いたり、できる人しか、まあ、使えなかったようなサービス、もしくは、そういう、こう、GUI の、画面でもですね、非常に難解な GUI の画面とか、まあ、たくさんありますよね。で、そういうような操作をですね、知ってる人しか使えないような、まあ、そういう状態からですね、まあ、言葉っていう、こう、誰でも使えるような、ツールで、コンピューターを処理できるっていうふうになると、まあ、いろんな、その、方々が使えるようになるというところで、まあ、非常にその裾野が広がる、いうようなところがあると思います。で今回その、一つとして、まあ、データベースがですね、そうなると、まあ、どういうふうに、便利になるかっていうようなところのですね、処理サンプルっていうのを、見ていただこうかなというふうに思っています。はい。で、まあ、データベースの場合は、まあ、先ほど申し上げた通り、まあ、真っ先に思い浮かぶのは、やっぱり SQL という言語ですよね。はい、まあ、このようにデータベースに対して、まあ、いわゆるセレクト文ですよね。セレクト文で、セレクトプロダクトネーム、インベントリーフロムプロダクツ、ウェアカテゴリーイコールで、インベントリーイコール中っていうふうな、まあ、こんな文章、SQL を、まあ、入れたとします。そうですね。まあ、もちろん、多分皆さんの普段使われているような SQL、もっともう何百行とかってあるような複雑なものだと思うんですけども、例えばこういう簡単なものを、まあ、例にしてあげてみると、まあ、これをですね、まあ、言葉で、カテゴリー A に属する商品、在庫数が10個以上ある商品の名前と在庫数をリストしてください、みたいなことで、言葉で、まあ、テキストフィールドに入力したり、もしくはもう、喋って音声認識ですね、データベースにそういう指示が出せるようになると、まあ、SQL かけなくても誰でも、処理ができるっていうような、ことになります。で、
まあ、データベースだけじゃなくて、他のシステムもですね、言葉に、処理できると、まあ、いろいろ便利になるっていう、まあ、そういうニュアンスなものですね。はい。っていうのをちょっと今日はご紹介したいと思います。はい。で、まあ、こういう構成を、実装するにあたり、まあ、どういう仕組みがあるのかっていう話ですね。仕組みの話になります。こちらはですね、まあ、LLM の、フレームワークの、まあ、ラングチェーンっていうですね、こちらの、ラングチェーンっていう、ライブラリーを、まあ、メインで使って、で、LLM と、まあ、リレーショナルデータベースを、こう、連携させることにですね、まあ、ラングチェーン、まあ、チェーンっていう文字通り、こう、鎖で繋ぐような意味ですね。そういう処理をすることによって、データベースをですね、まあ、言葉で操作してしまう、分析してしまう、いうようなものになります。まあ、例えば、のサンプルのプロンプトここに書いてますけれども、処理の流れとしては、まあ、例えば部署 A の社員は何人ですかみたいな質問をすると、まあ、それがラングチェーンを経由して、まあ、LLM ですね、に、まあ、投げられて、で、まあ、これを SQL に変換してくださいというような命令を出す。で、そこから、SQL を実際に得て、で、それを今度は、まあ、データベースの方に連携して、まあ、SQL を実行して、で、結果を得ますと。で、この結果を、まあ、そのまま出力するだけじゃなくて、もちろん、また LLM と連携して、この部署 A の社員は何人かっていう、こういう文章に対してどういう、テキストを生成すればいいかっていうところを、まあ、LLM が考えてくれて、まあ、この SQL の結果と、まあ、相まって、こういう部署 A の社員は200人です。まあ、こんな感じの流れとしては、まあ、こういうイメージです。はい。なので、まあ、登場人物としてはですね、このシステムの登場人物としては、こういう、まあ、データ、Python の環境に、ラングチェーン、という、まあ、ライブラリー、オープンソースのライブラリーですが載っていて、で、LLM があって、まあ、リレーショナルデータベースがあって、でこの3つなんですね。非常にシンプルなものになります。はい、で、ここにですね、まあ、実際、構成として、今回はですね、こんな感じで、ラングチェーンのところは、ラングチェーンを動かすために Python の環境が必要なので、Oracle の、まあ、クラウドである、データサイエンスというサービスですね。こちらは、Python の Jupyter の環境をパースで、提供するという、クラウドサービスになります。こちらの方の、サービスを使って、まあ、その上で、ラングチェーンを動かす。で、その LLM の連携先は、今回は、まあ、GPT、OpenAI の GPT を、使ってみましょうと。はい。で、データベースの方はですね、Oracle が出している、まあ、クラウドのデータベースで、オートマスデータベースという、データベースがあります。こちらは、まあ、データベースの管理であるとか、チューニングを、まあ、自動化した、非常に、簡単に運用できるような、そういう、クラウドサービスになっていますが、まあ、この3つを使ってですね、こういう構成を、はい、実現してみましょうというものになります。はい。で、まあ、なので、この3つの、ちょっと登場人物をですね、まあ、簡単に、ちょっとご紹介したいと思います。もう一度。はい。まあ、LLM とは何ぞやっていう話なんですね。で、今日ご出席いただいている方は、まあ、当然知ってるよっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、そうですね。簡単に、ご紹介したいと思います。で、LLM は今回 ChatGPT というか、まあ、OpenAI 社の、まあ、GPT というモデルを使います。で、まあ、ChatGPT を使うのとは、まあ、勝手がやっぱり少し違いまして、プログラムの中から、その GPT という LLM のモデルを、まあ、このように呼び出すっていうことをしますので、
オープン AI の GPT、クラウドサービスとしての GPT、大規模言語モデルを使うという形になるんですね。なので、このようにですね、オープン AI 社のサイトに、ログインして、で、まず API キーを作るっていうところから、始まります。で、この API キーを作るとですね、実際にその API キーを、後ほどちょっとサンプルコードをお見せしますけれども、API キーを、コードの中に埋め込んで、そして、Open API が提供しているですね、ライブラリーですね。LLM のクライアントとして動作するような、ライブラリーになりますけれども、そのライブラリを使っていろんな処理を書いていくと、いう形になります。でちなみに、使われている方はたくさんいらっしゃると思うんですけれども、Open AI のサイト、ログインするとですね、こんな形で、現在の利用状況というのをね、いろいろ、見ることができます。で一番重要なのは、当然 API キーですね。この API キーで、Open AI のサイトにアクセスして、で、処理を実行して、で、LLM が答えてくれるような内容、データを、また Python の方に戻してくるっていうような、そういう処理フローになりますので、まず、この、API キーを作るっていうところが、真っ先にやらなきゃいけないところですね。で、実際に、処理をですね、いろいろ実行していきます。さっきのように、社員、A 社の社員が何人ですかとか、どこの部署の社員は何人ですかみたいな、プロンプトを入れると、それがその LLM に連携されて、で、その文章をですね、トークンとして、処理するので、トークン単位で課金されていくっていう形になるんですね。で、その課金の、利用状況とか、こんな感じで、今ちょっと表示されてないんですけれども、ユーセージのところでですね、こちらの絵にあるようにですね、使えば使うほどどんどんメモリが上がってきます。これはもう、リアルタイムで、上がってきてですね、本当にプロンプト1行を入力するたびに、ここの課金がどんどん増えていくような、そんな、状況になります。いうものですね。で、今回は、Open AI の GPT を使うんですけれども、実はですね、LLM、大規模言語モデルというのは、もちろん Open AI の GPT が世界で多分一番有名なはずなんですけれども、それ以外にもたくさんあります。で、いろんな企業が、いろんなその LLM の会社に、投資していまして、今、GPT、OpenAI の GPT 以外にですね、そうですね、こちらに書いてあるのは、コヒアっていうですね、LLM って、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけども、こういうこの会社は、いろんなその企業からですね、巨額のその資金調達に成功したスタートアップで、非常に有名になってきている。すごい勢いで、機能も開発されていて、で、なんていうんですかね、GPT に追いつけ追い越せじゃないですけれども、GPT だけじゃなくて、OpenAI だけじゃなくて、いろんなベンダーはですね、LLM を出してるっていうところがあります。はい。で、実際に、このラングチェーンをですね、使うときに、当然、ラングチェーンがサポートしている LLM っていうのを使う必要があるんですね。はい。で、それが、こちらの、ラングチェーンのマニュアルにですね、サポートしている LLM っていうのが、記載されています。ちょっと LLM、いわゆるその、GPT の、のような LLM も、LLM ど真ん中のようなサービスもあれば、そうじゃないものも含まれているんですけども、ここの LLM のところ、サポート LLM のところに、実にたくさんの、LLM が、連携できるというようなサポートリストになっています。これだけあるんですね。はい。LLM っていうのは。はい。なので、いろいろ試してみるとですね、面白いんじゃないかなと思います。今回は、GPT をちょっと試してみようと思います。はい。で、LLM が、こういうものだと。
というところで、まあ、次に、今回の、まあ、あの内容で一番重要なのが、やっぱり GPT、あ、ごめんなさい、ラングチェーンですよね。はい。こいつは何者なんだという話かと思います。はい。で、ラングチェーンというのは、LLM の、LLM をですね、便利に使うための、まあ、ライブラリーっていうことになるんですね。一言で言うと。で、まあ、今いろんなライブラリが本当に開発されてますよね。皆さん使われている方もいらっしゃると思うんですけども、本当にね、様々なライブラリがすごい勢いで開発されてます。というのはまあ、このあたりはやっぱりもう投資が進んでいるので、まあ予算もあるということで、すごい勢いで、たくさんのライブラリが開発されているんですけども、まあ、中でも、まあ、これは、まあ、知っといた方がいいんじゃないのかなっていうライブラリー。まあ、ちょっと3つだけ挙げてみました。まあ、もう有名どころなので、皆さんご存知の方も多いと思うんですけども、まず1つは、ラングチェーンですよね。今日ご紹介するラングチェーンっていうものになります。で、もう1つは、ラマインデックスっていうものですね。はい。で、最後がですね、セマンティック関連。こちらはマイクロソフトさんが、まあ、先月ぐらいですかね。出された、オープンソースのライブラリーで、まあ、すごい過熱ぶりだと思うんですけれども、みんな大注目、いうような状態です。まあ、今後こういうライブラリーもですね、他のライブラリーも扱って、いこうかなと思っています。で、どのライブラリーもですね、大体、まあ、似たような目的で作られています。まあ、もちろん LLM を便利に使うっていうことはそうなんですけれども、いろんな関数があってですね、本当すべてを説明しきれないんですけれども、まあ、その中でも、今回、ちょっと僕が、やっぱりここは大事だなって思うところを、ちょっと絵にしてみました。まあ、端的に言うと、今回はリレーショナルデータベースの連携っていう、ところでご紹介するんですけれども、まあ、それ以外にも、いろんなサービス、いろんな製品と、連携させることのできるツールなんですね。で、どういうものかっていうと、まあ、真ん中に、この、LLM、まあ、やっぱりこう、テキストをこうコンピューターに理解させるっていう、まあ、言葉をコンピューターに理解させるっていう、まあ、このエンジンみたいなものはやっぱり LLM になって、まあ、これが中心になって、この周辺に、まあ、ラングチェーンであったり、ここで言うとラマインデックスとかセマンティック関連があるんですけども、まあ、ラングチェーンの場合はですね、実に様々な、サービスと連携します。で、LLM と連携するその先が、まあ、LLM だったりするんですね。これはなので複数ある、LLM を連携させる。例えば、OpenAI のその GPT の LLM に問い合わせに行って、まあ、そこに情報がなければ、別の LLM に問い合わせていくとか、っていうような、そういう連携とかもできます。複数の LLM を同時に使うような、そういう、処理コードをかけるということですね。はい。で、あと、まあ、非常に重要だと思うのが、まあ、DX とかを推進していく上で非常に重要だと思うのは、やっぱりLLM って学習している情報しか推論できない、答えられないんですね。これは LLM といっても結局は機械学習のモデルになりますから、機械学習のモデルっていうのは、まあ、学習しているデータの中から推論を行うということになりますから、学習しているデータにない情報っていうのは、まあ、推論しようがないということになるんですね。で、まあ、GPT を例にとってみると、まあ、GPT は、2021年8月までにしたっけね。今のバージョンはそこまでの、データを学習している。LLM4、ごめんなさい、GPT-4 はまた新しいのかもしれないですけども、今チャット GPT とかで答えてくれる内容っていうのは、まあ、2011年8月っていう、まあ、9月以降の情報、まあ、新たに生まれた何か言葉であったり、新たに生まれた製品っていうのは当然学習してないんですね。なので、まあ、それについて、質問しても答えてくれるんですね。2021年8月までの情報しか知りませんっていうような、まあ、回答がなされるというところがあって、やっぱり DX とか進めていく上でですね、この LLM が知らない情報っていうのを、まあ、どう、知識として追加していくかっていうのは、すごく重要になると思うんですよ。いわゆるその新しい情報、最新の情報を、もうどうやって、DX
に盛り込んでいくか、LLM の DX に盛り込んでいくかっていうところで、こういう検索エンジンですね。とも、まあ、連携をできるような、まあ、そういう、ことができます。このラングチェーンは。なので、まあ、最新の情報に、LLM が知らない最新の情報に対しても、こういう検索エンジンを使ってですね、まあ、LLM と連携をとして、何らかのそのテキストを生成することができると、というようなアプリケーションを作れたりします。で、これもまあ、ご存知の方も多いと思うんですけども、LLM 自体は、何かこう、検索をするっていうことはしてくれないんですね。例えば、Google の検索をして、これこれこういう、サイトを、リストしてくださいっていうふうに言っても、まあ、検索はしてくれないんです、ね。さすがに。なので、そういうところをですね、まあ、連携して、使えるようにしたいですね。あと、もう一つ、LLM が知らないデータっていう意味では、まあ、企業の中のデータですよね。LLM は、インターネットに公開されているドキュメントを、まあ、学習して、で、まあ、モデルを作ってますから、公開されてないものっていうのは、学習してないということになります。で、まあ、その代表格はやっぱり企業の中のデータということで、企業の中のデータというとですね、まあ、こういうリレーショナルデータベースであるとかですね、ドキュメントデータベースであるとか、もうこういうところに今たくさんの、データが入っていると思うんですよね、すでに。で、こういうところもやっぱり、LLM の対象にして DX 推進していこうっていうような動きがありますので、まあ、非常に重要なところだと思います。で、今日は、リレーショナルデータベースの中のデータを、まあ、活用するっていう意味で、このラングチェーンを使って、まあ、オープン AI とこう、リレーショナルデータベースを連携させていくっていう話を、まあ、するんですけれども、まあ、その他重要なこのドキュメント DB とかも今後ちょっとやっていきたいと思ってます。はい。あとは、その他データサービス。まあ、データサービスって書いてあるのは、要はまあ、この辺のロゴを見ていただくとわかると思うんですけれども、もうすでにその外部のサービスでデータがたくさん溜まっているサイトっていうのがありますよね。まあ、ウィキペディアが代表格ですけれども、まあ、そういったところ、ウィキペディアの最新の情報であるとか、まあ、そういったところを、連携したり、あとはアルファバンテージってご存知ですかね。まあ、例えばストックの情報、株価の情報ですね、蓄えているようなサイト、サービスがあったりですね。あとは、これアーカイブって読むんですけど、論文ですね。論文の PDF がたくさん集まっている、一番大手のサイトがあります。で、そういうところであったり、あとは、皆さんご存知の YouTube ですよね。YouTube の、まあ、YouTube Search っていう API がありますけれども、まあ、そちらと連携してですね、YouTube の検索を、LLM で行っていくっていうような、そういうデータがすでにたくさん溜まっているサービスとの連携っていうのも、ね、あります。はい。その他もちろん、クラウドサービスとも連携できますし、こういうクライアントツールからですね、LLM を使って、便利にそのクライアントツールをですね、使っていくであるとか、あとは、まあ、最近であれば、ジェネレーティブ AI 同士、LLM もジェネレーティブ AI。で、まあ、画像生成もジェネレーティブ AI ということで、プロンプトで言葉を入力してですね、いろんな画像生成するっていうサービス、まあ、ウェブサービスではありますけれども、そういうサイトをですね、サービスを作るというようなところで、このラングチェーンが、ま、非常に一役買っているというようなところがあります。はい。ちょっと長くなりましたけれども、こういう、まあ、なんていうんですかね、LLM 以外の外部サービスとの連携。まあ、これを、こういうサイトっていうのは、当然 API がリリースされているので、その API を使えば、まあ、当然、ゼロから書けば書けるとは思うんですけれども、まあ、ラングチェーンとかこういうフレームワークを使うと、まあ、そこのそのコード量がですね、ぐっと減って、まあ、非常に簡単で書きやすい。後でコードをお見せしますけれども、数行です。数秒で、まあ、こういう、こう、ちょっとプリミティブになりますけども、そういうサービスが、まあ、実装できます。そういうサンプルもちょっと後でお見せします。はい。で、あと、もう一つの、登場人物は、まあ、今回はリレーショナルデータベースですね。なので、この部分の、まあ、リレーショナルデータベースと LLM の連携っていうところをちょっとお見せするんですけども、今回は、まあ、オートノマスデータベースというオラクルのデータベースを使って、やらせていただこうかなと思います。で、
LLM からデータベースの連携っていうのは、実はですね、SQL アルチェミーっていうライブラリー、これはもう昔からあるライブラリー、まあご存知の方も多いと思うんですけども、まあ内容的にはこの SQL アルチェミーっていうのを使ってます。で、なので SQL アルチェミーがサポートしている DB であれば、ラムチェンでは何でも使えます。ちなみに、これを見てみると、こんな感じで、サポートしているデータベースはですね、まあ、PostgreSQL、MySQL、Oracle、SQL Server、あと SQLite ですね。まあ、Other というところでいくつかありますけれども、まあ、こういうもの、代表的なものがサポートされています。で、それ以外に、どうしても、まあ、このデータベース、あるデータベース、あるベンダーのデータベースを、連携させたいんだけどっていうと、まあ、そういうコネクタをですね、開発して書けば、それも接続できるように、まあ、当然なります。なので、基本的に、あんまり制限はない。で、簡単に書きたければ、この辺のライブラリを使うと、まあ、簡単に書ける。接続できるということになります。まあ、SQLite なんて本当に簡単に書けるので、一番初めにこう SQLite をやってみるのもちょっと面白いかもしれないです。はい。はい。ですね。で、データベース。で、ちょっとオートノマスデータベースの話になって、ちょっと恐縮なんですけれども、オートノマスデータベースはですね、データベースの認証が、まあ、ワレット認証という、オラクルワレットという、ワレット認証で、ちょっとセキュリティレベルの高い認証になるので、まあ、そのワレットファイルをですね、この、SQL アルチェミに認識させるっていうような、まあ、設定があって、まあ、ちょっと多少めんどくさいんですけれども、ぜひですね、ちょっと使ってみていただけるといいんじゃないのかなと思います。必要な、処理というのはこの後ろに、まあ、ついています。あんまり処理の話は、ごめんなさい。設定の話はちょっと、細かいので、ちょっと今回はやめておきますけれども、もし、オートノマスデータベース使ってみるよっていう方はですね、ちょっと見ていただければと思います。はい。で、今回の場合は、スキーマ、データベースのスキーマは、まあ、正直何でもいいんですけども、非常に単純なプロンプトを、まあ、実行しますので、本当に何でもいいと思います。この、まあ、今回の例で言うとですね、プロダクト表と、まあ、セールス表、売上と、あとは在庫、ストックの表っていうのを、まあ、ちょっと3つ作ってみました。で、まあ、データ量もそんな大して入れてないです。はい。数行。はい。で、プロダクト表には、まあ、プロダクトの製品の名前と価格が入ってて、まあ、売上の表には、この、そうですね、プロダクト ID ということで、外部キーが、ついていると。はい。で、まあ、その、製品が何個売れたかっていう感じ。で、ストック、在庫の表には、まあ、同じようにプロダクト ID があって、まあ、こっちに外部キーがついていて、で、それが何個、残っているかっていうような、まあ、そういう簡単な表をちょっと作ってみました。はい。もし、そうですね。まあ、これはもう、ただ単に今回のデモの用だけに、ま、のために作ったんですけれども、もし同じ表でやりたいよっていう場合は、こちらに、載せてありますので、SQL 載せてありますので、これで作っていただいていいんじゃないのかなと思います。オートマスデータベースですね、使っていただくとわかるんですけれども、データベースのインスタンスにログインするとですね、そのログイン画面の中にも SQL も実行できるようなインターフェースがあるので、Python でコード書いてね、データとか入れていただいてもいいんですけれども、まあ、オートノマスデータベース使うときはもう SQL のインターフェースがすぐ、一回クリックしただけで出てきますので、もうそこで、テーブルとかを定義していただいてもいいんじゃないのかなと思います。はい。で、プロダクト表はですね、なんか、産業だけ入れてます。商品 A、商品 B、商品 C。まあ、200円、200円、300円というようなイメージですね。はい。で、セールス表、まあ、売上表はですね、こんな感じ。まあ、商品、製品 A が1個売れました。製品 A が、2個売れました。ごめんなさい。1500、失礼しました。1500売れました。1000個売れました。5000個売れました。っていうような、まあそういう、これも産業程度のデータ。はい。ですね。
で、あとは、インベントリー表が、まあ、こんな感じで、100個残ってます、500個残ってます、1000個残ってます、みたいな。はい。こんな、表ですね。作ってみて、まあ、ここに、SQL ではなくて、言葉で、問い合わせて、で、それをラングチェーンと LLM で SQL に変換させてっていうようなところでですね、ちょっとやってみたいと思いますと。いうようなところなんですが、ここからですね、オートノマスデータベースはですね、ちょっと設定はあるんですけど、この設定の話は、もう単なる設定なんでちょっとつまんないので、飛ばさせていただいてですね。こちらですね。はい。実際の、まあ、コードの概説のところにちょっと入っていったら、いきたいと思います。まあ、非常に簡単なので、まあ、すぐ終わってしまうんですけれども、実行コードというか、はい。まず、ライブラリとしては、この OpenAI っていうライブラリですね。こちらは、まあ、絶対必須になりますよね。こちらが、Python の環境から LLM に接続するときの、まあ、API、まあ、つまり、OpenAI のサイトの中に実装されている GPT に対する、まあ、クライアントの、ソフトウェアということになります。なので、こいつを使って、コードを書くことによって、GPT に接続されて、で、そこで感想を流すことによって、まあ、OpenAI 社のサイトの中で処理が回っていくということになります。で、それとは別に当然、ラングチェーンが必要になります。ラングチェーンというライブラリを、まあ、今回インストールします。あとはですね、そうですね、すいません、ここちょっと抜けてますけど、pip インストールで SQL アルチェミもちょっと入れないとダメですね。はい。すいません、後で追加しておきます。はい。で、当然、ライブラリをインポートするんですけれども、まあ、見ていただきたいのが、ここですね。はい。ラングチェーンの、インポートの時にですね、まあ、OpenAI と連携しますっていうような宣言をするんですけれども、それ以外にですね、SQL データベース、SQL データベースチェーンというものがあります。で、ラングチェーンは、まあ、こうやってですね、中にいろんなモジュールがあるんですね。で、どこと接続するときにこういうモジュールを使いますっていうのが決まっていて、で、そういったものをインポートしてですね、まあ、関数を書いていくっていうような、まあ、そういう形になります。はい。で、これで、必要なライブラリ、インポートできている状態になりますので、はい。次、ここの、Python の環境から、先ほどの絵のように、LLM にも、データベースにも、接続していかなければいけないので、まあ、その接続情報っていうのをね、セットしていきます。はい。で、それがこちらですね。まあ、環境変数として定義してもいいです。そうですね。ファイルとして、ま、持っていただいてもいいですし。ここで定義しているのは、ちょっとその、オートノマスデータベースの、まあ、ちょっと方言的なところになるんですけれども、先ほどお伝えした通りですね、オートノマスデータベースはワレット接続っていう接続方式になります。で、なので、そのワレットファイルっていうファイルがありますから、そのファイルをこの Python の環境の、まあ、このディレクトリに、まあ、配置して、まあ、そこを認識させるっていうようなイメージですね。はい。で、もちろんデータベースのパスワード、まあ、定義しなきゃいけないのと、あとは OpenAI、定義する。まあ、これによって、このラングチェーンから、まあ、その2つの、サイト、サービスですね、に、アクセスできるようになるっていうものになる。で、まずはデータベースのところの接続ですね。はい。データベースの接続のところは、まあ、こんなコードです。これは、DNS っていうのはデータベース名。今回で言うと、オートノマスデータベースの中に作ったデータベースの名前を指定しています。はい。で、ユーザーネームで、データベースのユーザーネームですね。はい。で、データベースの、パスワード。ここで定義したものですね。っていうものを、まあ、定義して、で、あとは、
まあ、この DB イコール、先ほど、でした SQL データベースですね。で、from URI、from URI っていう関数で、ここに、まあ、データベースの接続先の定義を行っていくということになります。で、この、コードを実行したタイミングで、もうすぐに、データベースに接続して、しに行ってますので、これは定義だけじゃなくて、実際に接続処理もここで行ってます。なので、ここでエラーが出ると、まあ、この何らかの定義が、まあ、間違っているっていうような可能性が高いということですね。はい。なので、すぐ確認。定義が合ってるか合ってないかっていうのもすぐ確認できるということになります。で、これで、データベースへの接続ができるようになりました。はい。で、次に、当然、OpenAI の、ところにも接続できなければいけないので、まあ、その定義を、はい、しますというところですね。で、OpenAI の、まあ、API キーを、まず定義しますと。はい。先ほど、お見せした、これですね。この API キー。はい。ここにある。これを、まあ、コードの中に埋め込むことによって、実際にこの API キーでアクセスしに行くっていう形になります。で、その使う LLM を、まあ、今回は OpenAI の GPT を使いますっていうふうに定義をして、はい。で、ここで、いわゆるチェーンを作ります。チェーンですね。これによって、まあ、この一行によって、SQL データベースチェーンで LLM でまず OpenAI を選んでますね。はい。で、DB で、この、オートノマスデータベースへの接続先を指定してますので、まあ、これの、この一行で、LLM と、まあ、OpenAI とデータベース、オートノマスデータベースが、まあ、接続されます。チェーンとして、まあ、連携しますっていうような定義をしているということになります。で、ほぼ、まあ、これでもう終わりなんですね。はい。で、これでもう、プロンプトを入力できる状態に、まあ、なっていますので、ここから実際に、プロンプトを入力して、まあ、文章でですね、リレーショナルデータベースに、まあ、クエリを実行してみるっていうところをですね、見てみたいと思います。はい。で、実際にですね、実行するときは、先ほど定義した、このデータベースチェーンっていう、この、オブジェクトに対して、まあ、ランっていう関数ですね。ランという関数を使って、この中にプロンプトを書いていくというような形になっています。はい。他の書き方もあるんですけども、ちょっと一番簡単なやり方で。はい。これでですね、SQL をまず実行すると、このコードを実行すると、どういうふうになるかというと、先ほどの円の通り、まず、ラングチェーンで、すいません。少々お待ちください。まず、ラングチェーンで、入力された、まあ、この文章、このプロンプトを、LLM に、まあ、投げますと。単価が150円以上の商品は何個ありますか？この文章を、SQL に変換してくださいっていう形で投げますと。はい。で、それが、返ってきて、で、その SQL を今度はリレーショナルデータベースに連携するっていうような様子が、まあ、一通りこの、実行した、コードにですね、表示されるようになっています。DB チェーンで LAN っていう関数で、まあ、単価が150円以上の商品が何個ありますかっていうふうな入力をして、このコードを実行すると、まあ、ここで LLM に問い合わせていってですね、で、LLM に、まあ、このプロンプトを SQL に変換してください。で、変換された SQL が、まあ、この SQL ですね。Select counter star from products where price dynamic equal 150っていうので、まあ、これくらいのシンプルな文章であればですね、間違いなく、変換されているっていうことがわかります。はい。で、
リレーショナルデータベースのクエリの処理の結果っていうことで、これ、まあ、2個あったっていうことなんですけれども、先ほどの、この作ったデータですね。作ったデータ。まあ、ここですね。はい。150円以上なので、この2つですよね。B と C ということで、2つということで、まあ、ちゃんと合ってます。はい。ということになります。で、はい、2個。で、まあ、2っていう、2個っていう、まあ、単語を、出力するだけじゃなくてですね、ちゃんと LLM と連携して、最終的には、単価が100円、50円以上の商品は2個あります、みたいな、まあ、テキストがちゃんと、LLM から生成されて、で、最終的な回答を得ているということで、まあ、これはもう、これくらいシンプルな文章だと、完全に、はい、SQL としては、うまく変換できているっていうようなことになります。はい、で、他もちょっと見てみましょうかっていうところで、野田さん。はい。画面って今何を映されてますか？あれ、あ、失礼しました。映ってないのかな？ですね。あ、失礼しました。ちょっともう一回見せてします。こちら、ごめんなさい。今、今、ブラウザーの方ですね。文章で RDB。はい、はい、ブラウザーの方です。はい。あ、そうか。すいません。途中でちょっと切り替わってしまったんですね。失礼しました。ちょっともう一回、ここから、多分ここからだと思うんですよね。はい、まだ変わってないかな。ちょっと待ってくださいね。一旦ちょっとすいません、共有を。はい。あ、失礼しました。今、ちょっと青色にハイライトしてみたんですけども、表示されてますか？はい。あ、よかったです、よかったです。大変失礼しました。すいません。ちょっと違うブラウザーに、勝手に切り替わっちゃったみたいで失礼しました。はい。ちょっと繰り返しになっちゃうんですけれども、実際に、実行結果を大きくしてみるとこんな感じなんですけれども、このプロンプトを実行すると、このプロンプトの内容を、ラングチェーンがですね、LLM に、まあ、SQL に変換してくださいと、まあ、問い合わせに行きますと。で、変換された SQL がこちらですね、Select Counter Star from Product Where Price Dynamic 150っていうので、この文章にちゃんと、きれいに沿った SQL に変換されていることがわかります。で、それを、受け取った、ラングチェーンが、今度は、データベースにこの SQL を、クエリとして投げて、で、データベースから返ってきた答えが、まあ、2です。というものですね。で、これは、先ほどのですね、これが答えがちゃんと合ってるのかどうかということが当然重要なので、こちらの、作ったデータのこれですね。単価が150円以上っていうことなので、まあ、実際商品 B と商品 C が、ヒットするということになりますから、まあ、2個ということで、ちゃんと正解してます。で、はい。で、単価が150円以上の商品は2個ありますっていうことで、まあ、この SQL の、クエリの結果をまた LLM に連携して、最終的にはこういう文章を生成して出力しているっていうことになります。で、こういうシンプルな、文章は、まあ、さすがにミスなく、回答を、まあ、SQL にちゃんと変換してくれるという、ことですね。で、もっとね、他の文章もちょっと試してみたいと思いますというところで、今度は、こちら、単価150円以上で、在庫が600円以上、600個以上ある製品は何個ありますかみたいな感じですね。はい。で、これは何をやりたかったかっていうと、プロダクト表と、ストック表を、ジョインさせたかったんですね。表結合させたかったんです。で、ちゃんと表結合もね、うまくいってます。セレクトカウンターアスターフロンプロダクト P、ジョイン、ストック表とプロダクト表を、カウントして、で、まあ、在庫、単価が150円以上で、在庫が600個以上だってある条件が、SQL にちゃんと作られていると。ような状態がわかります。で、これで、まあ、最終的に1個。
まあ、ちょっと文章が寂しいですけれども、あの、一個っていう、まあ、個っていう、あの、単語がついてるっていうのがわかるので、まあ、これは一応 LLM とちゃんと連携して最終的に答えを出していると、はい、いうことになります。で、ですね、まあ、もうちょっと、あの、他のものも出してみましょうか、ということで、まあ、カウントだけじゃなくてですね、ちゃんとあの、商品の名前も見てみたいですよね、っていうことで、まあ、900個以上売れた製品は何ですかっていうのを入力すると、まあ、こんな感じです。これもちゃんとあの、セールス表と、あの、プロダクト表をちゃんと上位にして、で、900個以上売れた、製品のカウント、あの、セレクトするような、名前をセレクトするような、SQL にちゃんと変換されてですね、まあ、商品 B と商品 A ということで、商品 B と商品 A が900個以上売れた製品ですということで、最終的に LLM と SQL の結果をですね、ガッチャンコして、まあ、テキストを生成してくれてます。というようなものですね。例です。あとはですね、あの、まあ、クエリーだけじゃなくて、まあ、DML、DDL、その他の、あの、DML、DDL も、あの、ちゃんと、あの、動くんですね。はい。ちょっとそこを見てみたいと思います。まず、インサート文ですね。インサート文。はい。ちょっとね、文章がたどたどしいんですけども、まあ、プロダクツ表に商品 D を追加してください、みたいな、まあ、こんな、文章を入れてみました。そうするとですね、商品 ID4 で、商品 D っていう形で、で勝手に、まあ、あの、400円っていうような形で、入力、まあ、されてますね。はい。あの、まあ、この辺はちゃんと当然して、あの、実際に使うときはですね、まあ、指定することにはなるんだと思うんですけれども、こういう、まあ、インサート文もちゃんと動くっていうことがわかります。で、かつ、まあ、答えとして、あの、商品 D を追加しましたっていうような、あの、最終的な答えも、回答もテキストで生成してくれているとか、はい、いうような状態。あとは、デリート文ですね。デリート文もですね、まあ、単純なんですけど、今さっき作った商品 ID4 番の、製品をですね、削除してくださいということで、これも、あの、ちゃんとデリートされていますと。というものになります。あとはアップデートですよね。アップデートもですね、やってみました。まあ、A という名前の商品の価格を1000円に変更してくださいという感じですね。はい。これと、まあ、ちゃんとアップデート文が動いていると。いう形です。ね。で、あとは、クリエイトもですね、クリエイト。これはですね、ちょっと、あの、まあ、後でちょっと、ま、あの、説明するんですけれども、まあ、かなりたたたとしい文章ですよね。2列からなる LLM テストという名前を作ってくださいということで、まあ、後で説明、あの、しようかなと思ったんですけど、まあ、やっぱりですね、あの、条件をね、きっちり指定しないと、やっぱりなかなかちゃんと作ってくれないです。で、かなり複雑な条件を、指定しちゃうと、文章で書いちゃうと、また、あの、うまくですね、SQL に変換されなかったっていうことも、ね、結構起こりました。これはもう、あの、うまくいった例だけをお見せしてます。はい。はい。で、指定しなかったところは、まあ、勝手にこう、なんかね、いろいろ、あの、やってくれてるっていうような、SQL を生成してくれています。あと、まあ、ドロップもね、テーブルのドロップっていうのもやってます。まあ、ドロップはまあ、あの、テーブルを指定するだけなので、非常に簡単なプロンプトになると思うんですけども、こういうドロップもできると。ということで、まあ、いろんな SQL をですね、あの、まあ、言葉で実行できるっていう感じが、あの、わかるんじゃないかなっていうふうに思います。で、さっきも言いましたけども、あの、こちらですね、まあ、うまくいって、ものだけを、まあ、掲載してますね。実際には、その、いろいろですね、まあ、複雑な文章を書いたりすると、まあ、エラーが、まあ、たくさん出たりしますので、あの、うまくですね、まあ、変換してくれない。例えば、そのテーブル名がうまく合わなかったとか、列名がうまく合いませんでしたとか、あの、うまく表結合されませんでしたとかっていうことも、まあ、結構起こりますので、まあ、この辺はあの、まあ、ラムジェのですね、まあ、さらなるエンハンスに期待したいところかなというふうに思います。あと、今回は、オートノマスデータベースでやったんですけれども、このデータベースをですね、あの、他の、例えば MySQL とか、SQLite とかですね、
他のデータベースに変えると、またちょっとね、やっぱり挙動が違ったりします。はい。オートノマスデータベースでうまくいってたものがうまくいかなかったりとかっていう、全く同じプロンプトを投げているけれども、まあ、うまくいってないとかっていうこともあります。まあ、LLM 自体は、毎回、同じ回答、必ず同じ、推論結果を出すっていうふうなものではないので、はい。まあ、そういうふうになるのもしょうがないんですけれども、まあ、そういったようなところはですね、多分、この、今後、エンハンスに期待したいなというふうに思います。はい。まあ、まだまだ精度微妙ですけれども、まあ、こういうのは、ね、すぐ、どんどん良くなっていくというふうに思います。で、今日ちょっと、この場ではお話ししないんですけれども、先ほどの、LLM、まあ、OpenAI の GPT を使いましたけれども、まあ、コヒアというですね、非常に有名なLLM があります。で、こちらも、使ってみたパターンをですね、この後載せていますので、まあ、ご興味ありましたらですね、ぜひ、この記事、後から見ていただけるといいかなと思います。はい、そうですね。で、コヒアも、まあ、基本的には、作りはですね、非常に、GPT と似ていて、やっぱり、このコヒアのサイトで、まあ、ユーザー登録をして、で、GPT と同じようにですね、API キーを入手して、で、その API キーを、まあ、プログラムに埋め込んで、まあ、書くと、処理を書くというような形になっています。で、先ほどと同じように、まあ、ユーセージとかも、まあ、確認できる場面も、ほとんど同じですね。こういうようなものがあります。はい。で、コードもですね、基本的には同じなんですよ。先ほどの、GPT の、部分をですね、まあ、OpenAI の部分を、まあ、コヒアに変えるだけなんですね。まあ、この星の部分を、これ、OpenAI のところをコヒアに変えてるだけ。まあ、だからこの1、2、3箇所、4箇所、5箇所か。5箇所ぐらいです。変えるところが。まあ、もともとのコードっていうのはすごくシンプルだったと思うんですけども、まあ、さらに、まあ、ほぼほぼコードは、まあ、同じなんですね。で、なんで同じになるかっていうと、当然、こういう間にラングチェーンが絡むか、ね。ラングチェーンが、まあ、どの LLM を使っても、どのデータベースを使っても、大体構造の、コードの構造は同じようになるように、ラングチェーンができているっていうことですね。はい。いうことなので、まあ、切り替えるのが非常に簡単にできるというものになります。はい。で、今回はですね、データベースのお話を、まあ、したんですけれども、まあ、これはもう本当に多分ごくごく一例だと思うんですよね。で、今、まあ、いろんなそのベンダーであるとか、いろんなそのサイトですね、サイト、サービスを提供している会社さんが、まあ、言葉でいろんな、サービスをですね、操作できるような、そういうインターフェースを作っていると、いうことになりますので、まあ、LLM がですね、こういう、コンピューターのインターフェースをですね、非常に大きく変える、まあ、そういう将来性を持っているのかな、というようなところが、まあ、非常に、分かっていただけると、いいかな、というふうに思います。はい。まあ、非常にシンプルな、内容だったんですけれども、今日お伝えしたいことは、ちょっとそういうことでした。まあ、今後ちょっと LLM の周り、いろんなフレームワークがあるので、まあ、今日ご紹介したですね、ラングチェーンとか、あとはまあ、ラングチェーンでできることですね、まだまだ他にもたくさんありますので、そういうところのご紹介であるとか、あとは他のライブラリ、もちろんラングチェーンとは違うこともできると思いますので、まあ、そういうところで便利だなっていうふうに思ったところはですね、まあ、どんどんご紹介していきたいと思いますので、まあ、今後ともよろしくお願いいたします。はい、本日はどうもありがとうございました。角田さんありがとうございます。それではですね、クロージングの方にお付き合いいただければと思います。はい、本日はですね、お忙しい中、ちょっと夜遅い時間帯になりますが、オラクルビッグデータジャムセッション、自然言語チャット GPT によるデータ分析にご参加いただきましてありがとうございました。こちらアーカイブサイトになります。ビッグデータジャムセッションのですね、今まで開催された過去のセッション資料であったりとか、オンラインで開催させていただいている分に関しては、セッション動画のアーカイブを、公開しております。
本日はですね、以上となります。お忙しいところ、オラクルビッグデータジャムセッションにご参加いただきまして、ありがとうございました。また次回開催の際はですね、コンパスの方でご案内させていただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。